岡山のテストで怪我して、ちょっと前回は厳しいレースだったんですけども、まあ、ここ鈴鹿で、いい走りができましたね。そうですね、鈴鹿自体が自分としてもこう好きなコースだし、まあ、割と得意だと思っているので、まあ、そこでちゃんと岡山で落とした分こう正直ちょっとそこでは、ね、苦しい思いもしたんですけど、まあ、鈴鹿でちゃんと盛り返せてよかったかなとは思いますね。はい。今シーズンチームグリーン入って3年目だったんですけども、自分の評価としてはいかがですか？そうですね、まあ、やっぱりレースは、ね、勝たないと意味がないんで、まあ、そういう意味ではすごいこう残念な気持ちもたくさんあるんですけど、まあ、ただ3年目で、まあ、一応ランキングもね、自分の自己ベストのランキングも残すことができてますし、まあ、レースの結果自体も3回表彰台も乗れてるし、まあ合格点はとてもつけられないですけど、まあ、まあ最低限の仕事はできてるといいなとは思いますね。はい。まあ、そういった中で、まあね、川崎ファンをはじめ、いろいろ応援してくれる方がいると思うので、最後に一言お願いします。そうですね、最終戦でなんとか皆さんに表彰台から、挨拶というか顔を見せることができて、とりあえずは良かったのかなとは思ってますし、まあ、来年に向けてね、また自分がどういう形でレースを走るかはまだ分からないですけど、新型になったりもすると思うので、まあ、来年こそは、勝つことができるようにしたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。